Thank you.
疲れた。マックスが両替してくれ。2000円しかなかった。今日18か。今日は18か。もう6月も終わっちゃう。6月6月どういうボケな。10月も終わっちゃう。6月も終わりだ。あ、俺も両替できる。今年も終わりだ。ムカつけて。はい、私です。はよ、金出せ。うわ、怖っ。金出せ。僕払いますよ、ちゃんと。ルカは払ってないけどねぐらいの勢いで言ってるけど。だってないんだもん。何が壊れたの？これが壊れたの？その赤いやつが壊れた。赤いやつも言われたから、プラプラ遊んでたら壊れたからテープで貼っといた。ひろくん？むらい。むらい。ゆきちゃん、お金。これが壊れるんだ、どっか。ここが赤。そこがちぎれそうになっちゃったから、貼っておきました。 ありがとう。ドランブーシュ4000人が涙。150円なのに。なんで150円なの？150円って何？何150円なの？なんでこっち向いてんの？ドランブーシュポポーン、じゃーん。2人がじゃーんさん、なんか光っとってな、全然見えない。ジャンクションセーフティーゾーン、ドランブーシュ。謎と大きい。謎と大きい。500円。はい。これだから、あそこ行けばいいんだよ。チッタデーラ行けばいいんだよ。ルーさんと一緒に。チネチッタ。チネチッタ。チネチッタ行けばいいんだよ。チネチッタ。チネチッタ。そうそうそう。あそこのところは川崎の映画館。で、今度川崎の、あれも、はい、空論城。空論城。何空論城？ゲームセンター。なんだっけか。ウェアハウス川崎。ウェアハウス、あんじゃねえかよ。違う、それ言っちゃう。パクったぞ。こうパクりました、今。自分の財布に。払ってもいないうちに500円を財布に入れようとしました、ルカが。なんかもうボケとる。うまい、うまいわ。じゃあ、川崎のウェアハウスで、金田一少年の。でもあれが入れない。子供入れないんだ。置いとけばいい。子供置いとけばいい。あと横浜の、あそこで。赤レンガ？うん。